はい、皆さん、こんにちは。中の人ゲーミング、中の人 A です。今回はね、XR2 のおすすめアタッチメントということでね、まあ、この3点バーストで、オートバーストの XR2 のアタッチメント構成についてお話していくというわけですね。で、XR2 のアタッチメント構成はね、シェーバーにちょっと似てる部分があって、まあ、このね、当てやすさ、使いやすさ、対応能力、いろんなシーンでの対応能力を上げるレーザーサイトストックっていう組み合わせと、まあ、火力を上げる、まあ、単純なね、ファイヤーパワーを上げるっていうためのね、ロングバレルラピッドファイヤーみたいな。まあ、そういうね、組み合わせの2パターンが考えられるっていう銃ですね。まあ、シェーバーだったらね、ロンバレ大口径がね、火力を上げることにつながりますが、こいつの場合はラピカっていうね、まあ、そういう感じです。で、やっぱりね、ロングバレルもラピッドファイヤーもね、武器レベルがなかなか高くないとアンロックできないので、まあ、大変ですよね、正直言ってね。で、まあ、確かに大変なんだけど、そんなに価値があるかっていうと、そうでもなくて、きっとってか、まあ、ほぼなくて、やっぱりなんて言うんですかね、ロングバレル、ラピッドファイヤーにして、そんなに火力を上げても、やっぱり3点バーストなので、こっちは。そんなフルオートのね、銃とね、無理やり戦って勝てるかっていうと、そうではないので、まあ、そういう風に思うとね、やっぱり、レーザーサイトストックみたいにね、比較的なんて言うんですかね、安定した立ち回りができて、いろんなシーンに対応できるっていうね、レーザーサイトストックの方がおすすめっちゃおすすめですね。まあ、そんな感じです。まあ、やっぱり XR2 ね、レーザーサイトとの相性良くてね。まあ、確かに3点バーストでね、撃ってる弾の数は少ないですけど、一発の威力、距離ダメージ多分40あるので、やっぱり40が2発当たれば80なので、まあ、運が良ければ死ぬよねっていう、まあ、そういう感じですね。まあ、もちろん3発当たれば死にますが、まあ、そんな感じです。で、XR2 のね、個別のアタッチメントについて見ていくと、まあ、普通のアサルトライフルなんでね、アンロックされる順番は、まあ、クイックドローとかグリップが最初にアンロックされますね。レベル3とかレベル4でアンロックされますが、正直ここら辺はそんなにおすすめしないですね。XR2 やっぱりバースト武器なので、なんて言うんですかね、そんなにね、クイックとかでね、まあ、ないよりはマシだとは思うんですけど、そんなになんていうんですかね、クイックで無理やりバッてやって、無理やり撃つっていう銃じゃないっていうね、そんなにっていう。やっぱりフルオートに比べてね、3点バーストの武器はね、外した時のね、なんていうんですかね、デメリットっていうかね、こっちがね、受ける不利益っていうかね、不利さが大きいので、まあ、そんなにクイックで無理やり戦うっていうのはあんまり良くないかなっていう感じですね。で、グリップもね、昔はグリップつけてたんですが、XR2。まあ、なんでかっていうとね、XR2 リコイルがそんなに超ちっちゃいっていうわけではないので、まあ、このね、シーンをね、ピュリファイア打ちまくってるからわかりませんが、そんなにね、XR2、確かにリコイル小さくないんですね。で、特に打ち合いになると、撃たれて上にブレるんですね、かなり。で、もう3発目とかの上のブレ方で敵に撃たれると、すげえ変な場所飛んで、もうなんか、もうすんげえなんか絶対当たらねえだろみたいな感じで発射されるんですが、まあ、それはしょうがない、正直言って。グリップで無理やり押さえる、まあ、っていう手もありますが、確かにグリップでね、なんて言うんですかね、XR2 やっぱりそんなに無茶な立ち回りをね、相手にね、もうすでに撃たれてるようなシーンでね、そんなに無理やり戦ってはいけないという感じですね。やっぱりバースト武器なので、そんな無理やり戦ってもね、あんまり、なんて言うんですかね、対応しにくいっていう部分がありますね。やっぱ上にはブレるね、確かに、グリップが。でもグリップがね、普通の状態で必要っていうわけでもないので、そこが難しいところですね。被弾時のブレを抑えるにはグリップはいいんだけど、普段使いにグリップを使うってほどリコイルでかくないっていう、この難しいところですね。まあ、いいや、そんな感じです。で、まあ、ここら辺になってくるとね、もうリフレックスとかリーコンとかもね、反録されて、まあ、アイアンサイト見やすいんですけど、XR2 のね、アイアンセット見やすいんですけど、やっぱり XR2 ね、外したらやばいので、まあ、この動画ではイエローがついてますね。イエローサイト僕大好きですね、常に。まあ、そんな感じです。で、まあ、レベル6レベルとかになってくると、サプレッサーとハイキャリバーですね、大口径がアンロックされて、まあ、サプレッサーとの相性はそんな良くないですよね、XR2 ね。やっぱり1バーストでね、3点バーストでね、1回のバーストでやりきれる距離が短くなってしまうので、まあ、ついでにね、M8 より長い、確か今だとなんだろう、38とかくらいなんですかね。まあ、こういうのしょっちゅうね、パッチで変わるので、なんかネットとかで見れば分かるんですけど、本当にいろんな情報があるので、あんまり細かく説明してもね、また近い将来パッチで変わるかもみたいな、そんな感じなんで、あんまり説明してもしょうがないんですが、まあ、サプレッサーとの相性ってのはやっぱり KN が現状一番いいので、まあ、そんなに、まあ、XR2 につけるようなものではないかなっていう感じですね。で、大口径なんですが、大口径とのね、まあ、相性っていうのは別にそんなに悪くはないかなっていう感じなんですが、まあ、でもやっぱり M8 とかの方がね、頭出し打ちやすいと思うので、
まあ M8 につけた方がいいのかなって。まあ M8 とね XR2 の違いなんですが、 M8 の方がね一応遠距離がやれて、精度も高いですね。そうですね、距離がね、まあワンバーストでやれる距離はね XR2 の方が長いんですが、なんていうんですかね、総合的なリコイルの大きさとかで見たときに M8 の方がね遠距離打ちやすいっていう風になってますね。まああと特徴的な部分はね、 XR2 の方がねダメージがでかい弾を発射してるんだけど、 M8 の方はね ICR みたいに威力のない弾をね4発撃ってるっていう、まあしかも高レートで、まあそんなところでね XR2 と M8A7 まあ違うというわけですね。で、まあ XR2 と M8A7 の細かい違いとかについてはねまた別の動画でお話しできればなというふうに思います。で、まあそんなこんなしてるうちにいろんなアタッチメントが出てきてね、まあストックとレーザーサイトがねレベル9レベル11で出てくるので、まあこれで一気にね、まあ XR2 使いやすくなって、まあストックはね、XR2 にとって何が重要かっていうと、やっぱりこっちが先に打てる可能性が高まればね、3点バースト外しにくくなるので、まあ本当にそこが大事ですね。XR2 はね、フルオートではないので、とっさに対応するときっていうのはやっぱりかなりね、打たれてるともうブレがあるので、まあちょっときついっていうね、まあそんな部分ですね。で、レーザーサイトはね、まあさっきマルチタスクでね、乗り越えながら打ってるシーンありましたけど、ああいうときにもね、まあ使える。まあそんなね素敵なアタッチメントですね。やっぱり XR2 火力があるので、まあ腰ダメがまあまあ小さければねかなりのダメージを敵に入れられるのでおすすめというわけですね。うん、レーザーサイトね本当にねいいですよね。シェイバーとかね XR2、 まあ特に XR2 ですよね。 XR2 の場合ね遠距離とかでもかなり、遠中でもかなりねまあまあ有効なね武器で、しかもね、まあ、レーザーサイトをつけると近距離の対応能力もかなり上げられるというわけですね。で、レベル12レベルでフルメタルジャケット。まあ、フルメタルジャケットとね、XR2 の相性っていうのは微妙ですね。まあ、悪くはないと思います。一発のダメージがでかいので、壁を抜いてもかなり、まだダメージは残ってるはずですね。まあ、でも、フルメタルジャケット、やっぱりね、結局 LMG とかね、なんだ、スナイパーライフルにつけるのが定番なので、そんなにアサルトライフルにつけるのかなっていう、まあ、なんとも言えんなっていう感じですね。で、ファストマガ拡張マガジンがここら辺でね、レベル14、15でアンロックされるんですが、そんなにいらないですね。リロードも特別遅いわけじゃないし、まあ、拡張マガジンでね、そんなに弾を増やさなきゃいけないほど弾持ちが悪いわけじゃないですよね。まあ本当にね、何バースト、今だって3バーストとかでやれるので、まあ、今は完全外しましたが、撃たれてね。弾持ちはそんなに悪くないので、拡張マガジンで弾増やしたりとかするほどのものではないかなっていう感じです。で、レベル17でね、ロングバレルがアンロックされるというわけですね。ロングバレルをね、XR2 につけると、1バースト、3発キルできるね、まあ1回のバーストでキルできる距離っていうのがほぼ無限の距離、多分全距離になると思うんですが、まあ確かにそれは強力なね、アタッチメントではあるんですけど、まあそんなにって感じですね。やっぱりだって人間どうせね、ヒューマンエラーで外すし、まあリコイル的にもね、XR2 の、まあそんなに確実に3発当てられるかっていうと難しい線なので、まあ、そんなにやっぱどうせ何発かね、何回かバーストするんだったら別にロングバレルなくてもいいので、まあ微妙だよねっていう、まあそこが正直なところですね。まあ確かに強いんだけどっていう、そんな感じです。で、ラピードファイアをつけるとね XR2 にはまあまあありがたくて、まあバーストとバーストの間隔もね、バーストの中のレートも上がるので、まあ火力の底上げにつながるというわけですね。まあでもやっぱりいかんせん出るのが遅いっていうのがね、まあラピードファイア欠点じゃ欠点ですね。まあラピッドファイアなくてもね、まあこれだけ火力あるのでそんなにいるかっていうと微妙ですけどね、まあない、あるに越したことはねえかなみたいな、そんな感じです。この銃かっこいいね。まあいいや、まあそんなこんなでね XR2 のおすすめアタッチメントというわけですね。まあ、やっぱりストックとレーザーが一番使いやすいので、本当にこのねアタッチメントをおすすめするという感じですね。はい、というわけでね、今回の XR2 のねおすすめアタッチメントいかがだったでしょうか。このねピリファイアのねファイアブレイクお兄さんなんかどうやってますけどね、まあ何はともあれね、この動画ね気に入っていただけたら、いいねとチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。では次の動画にお会いしましょう。以上、中の人ゲーミング、中の人 A でした。This video is brought to you by G2A.com